伊藤健太郎さん、玉城ティナさんです。どうぞ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 、二人ありがとうございます。こちらの方へよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。玉城さんはこの作品で注目してほしいポイントはどんなところですか？はい、これは、まあ、誰にでもすごい共感しやすい映画だなと私は思っていて、そこをぜひ注目してもらいたいなと思いますし、まあ、田舎の中学生っていう設定なので、まあ、そこは私もこう自分のこう昔を思い出して重なる部分があったりしてるので、ぜひ皆さんに見てもらいたいです。ほぼ裸になりながら雨に打たれたりとか、ほぼ裸、夏設定だったので、こう2人とも、まあ、健太郎さんは裸、ほぼ裸で、まあ、私もどういう状況ですか？2人ともこれが青春映画なんですか？そうですね、めちゃくちゃ青春映画なんですけど、変わったね、僕の知ってる青春とはね。なるほど。ティナちゃんどうでしたか、撮影は？人を罵倒したりというか、はい、春日を罵倒したりビンタしたり、まあ、馬乗りになったりするんですけど、まあ、そういう経験ができてものすごい気持ちよかったです。、はい、いいですね。伊藤さんはこう罵倒されたり蔑まれたりっていうのはどうでした、はい、気持ちは？やっぱり普段そういうこと言われることにあんま慣れてないタイプの人間なので、うん、気持ちよかったですか？最初気持ちよかったです。何追随してんの？目覚めて、あのどうなのかな、まあ、抵抗もありましたけど、うん、やっぱ1ヶ月撮影してたので、まあ、だんだん気持ちよくなってきましたよ。あらららららら、もう最後はね、求めちゃってましたもんね。求めてましたね。いいですね、うん、いい関係性ですね。いい関係性ですね。